チャコ先生の教室へようこそ。この動画は元小学校教員の私、チャコ先生が毎回一つのテーマについて褒めて褒めて褒めちぎって愛情たっぷりに語っていくという授業動画です。本日のテーマはこちら。レオルの第6巻という曲について取り上げます。まあ先生っていうのは褒める仕事だと言っても過言ではありませんので、まあ元先生の褒めスキルがどこまでこのレオルの第6巻の魅力を引き出すことができるのか見届けていただきたいと思います。それでは授業を始めます。お願いします。まあ今回からですね、10個ぐらいそのテーマについて褒めちぎっていく中で、まあそのテーマについての魅力を皆さんにお届けできたらなとか共有できたらなって思いますので、ぜひ自分だったらこういう風に褒めるのにっていうところをね、考えながら聞いていただけると楽しいかなと思います。レオルの第6巻という曲はですね、ボートレースの CM 曲のために書き下ろした、曲になります。まあ、テレビや YouTube の広告なんかでも耳にすることがあるんじゃないかなと思うんですけれども、まだ聞いたことがないよっていう方は、まあ、この動画を見た後でも見る前でもいいんですけれども、概要欄の方に、URL 貼っておきますので、ぜひその原曲の方ね、お聞きになってほしいなと思います。まず一つ目ね、かっこよすぎる。もうこれは一番ですよ。聞いたら絶対誰もが思うはずです。声、音、曲、もうどれをとっても、とにかくかっこいいんですね。このシンガーソングライターレオルっていうのは、女性の歌い手なんですけれども、ものすごいパワフルで、で、かつ独特な声質をしているので、まあ聴いてる人がね、癖になるので、その声質の中での最大限のかっこよさを引き出すような曲になっているので、めちゃくちゃ、はい、かっこいいです。もう第一印象はね、とにかくそれっていう感じですね。はい、で、続いて、こちら。爽快感が凄まじいです。この曲自体はですね、先ほども申し上げましたが、ボートレースの曲のために書き下ろされましたので、まあ本人もおっしゃってましたが、こう、音だけで水しぶきが、湧き上がるような、そんなのが感じられるような曲になればいいなっていうのを意識されたそうなので、映像とか見なくてもですね、なんか涼しいなっていう感じが印象として感じられるくらいですね、こう爽快感があって清涼感というんですかね、が感じられる曲になってます。色で言うと、まあ、すごく透明に近い水色とか白とか、そういう紅白色な色がね、想起されるんじゃないかなって思います。次です。はい。夏にぴったりな曲です。今、2番で爽快感とかいう話をしましたけども、とにかく涼しげな曲っていうのがあるし、もうさらっと聴けちゃうので、こう夏のドライブなんかでもバシッとかけるとね、決まるんじゃないかっていうぐらいかっこいい曲です。で、今までレオルさんの曲で言うと、サマーホラーパーティーとか、あと、You Raise Me っていう曲なんかが、まあ夏の曲としてパッと浮かぶかなと思うんですけども、サマーホラーパーティーは、まあどっちかっつうとちょっとゆっくりめなテンポで、なんかパリピが外で、遊んでるみたいな時に、はい。みたいな曲なんですけども。で、幽霊済みの方は、幽霊っていうことで、ちょっと、夏の、日本の夏、まあ、お化けみたいなところを連想する、ちょっと、涼を感じるみたいな、日本の風情が感じられるような、まあ、日本独特の、こう、お化け文化みたいなところを、曲にした、まあ、あれも夏の曲なんですけど、それとはまた違う、とにかく、気分上げたい、めちゃくちゃかっこいい曲聴きたいみたいな夏にぴったりな曲ですね。はい。4つ目です。はい。中毒性が凄まじいです。まあ、中毒性がね、高い曲なんてのは世の中に、いっぱいあると思うんですけども、この曲は特にですね、ループを前提にしたような作りになっているのかなって個人的には思っていて、曲の始まりもイントロなくて、いきなり歌で始まるんですね。で、一番最後も、こう、急にバシッと終わるんですよ。繋いだ時に違和感なく初めから聴ける感じになってるので、まあ、私も一曲リピートを結構やってるんですけども、とにかくね、ずっと聴いてられますね。で、疲れないようなテンポなんですよ。ちょうどなんか早歩きぐらいで聴くと、歩調が合うようなテンポ感になってるので、すごくね、外に出て聴きたくなるような曲かなって思いますね。すごく中毒性があります。5つ目です。上がる。はい。とにかくですね、気分が上がります。なんか最初からうるさい感じではないんですよ、この曲。最初、楽器とかすごい音、ちょっと静かめで入っていって、で、サビにかけての盛り上がりがすごいんですね。で、サビでこう、ボルテージがバーンって、もう、マックスになって、やばいみたいな感じなので、とにかく気分が上がります。まあ、ライブなんかでやったらとにかく盛り上がるんじゃないかなって思うんですけども、実は今これ撮影しているのは8月13日なんですね。で、今から3日後の8月16日にですね、ハーメルの大号令接続編という、なんと YouTube で生配信ライブを、レオルさんがされまして、多分そこで第6巻が、
生歌として初披露されるだろうということで、めちゃ楽しみなんですけども、まだ私はそのライブバージョンの、第6巻聞いたことがないので、想像でしかありませんが、とにかく上がりますよね、この曲は。もう間違いないと思いますね。このサビ前からサビにかけてのその上がる感じが、こう観客がわーって上がっていく感じとダブると思うので、間違いなくライブの鉄板曲になるんじゃないかっていうぐらいね、こう期待大な曲でございます。はい、続いて6つ目。サビが最高でございます。はい、今ですね、サビまでのこうボルテージが上がる感じが、上がるって言いましたけども、サビもね、とにかく最高なんですよ。CM でかかってるところは基本サビなので、第6巻6巻っていうところを多分聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけども、あそこがね、癖になるし、で、今が一番若いのって言うんですよ、サビで。サビの歌詞がね、今が一番若いってなんかすごい短いけど、ズンとくる言葉じゃないですか。もう年重ねて、なんか新しいことを始めるのに億劫になってしまったりとか、もう年取ってるから自分なんて、何やってもダメとか、ちょっと悲観的になっちゃうんじゃなくって、いや、そうじゃなくて、今この瞬間って今自分の中で一番若いじゃんっていうところ、今がスタートなんだっていうところを、一言でズンとね、こう聞いてる側に突き刺してくるような、めちゃくちゃレオル節が詰まった歌詞ですので、その歌詞の感じとか、その歌詞の感じとかそのメッセージ性も含めて、まあめちゃくちゃ最高ですね。はい、続いて7つ目。芯がぶれない。はい。ちょっとこれ踏み込んだ内容なんで、ちょっとね、説明していきたいと思います。芯って何かっていうと、要は曲のメッセージの話なんですね。まあ割と昔の曲からレオルの曲を聴いてる方はなんとなくわかると思うんですけども、まあ、こうレオルが曲を通して言いたいことっていうのはほとんどなんか変わってないんですけども、その変わらない信念をずっと持ちながら、こう曲ごとにその切り取り方、を変えていって、新曲として毎回提示してくれてると思うんですよ。例えば今回だったらその爽快感たっぷりであったり、そのボートレースっていう、一個の切り口が新しいじゃないですか。なので、その、弾いてる方として、まあ今までと言ってることは変わらないんだけども、その、伝え方が新しいから、また全く新しいメッセージとしてこう入ってくる。だからよりレオルのことが好きになるっていう感じなんですけども、その、すごいですよね。言ってること変わらないのに、こっちが飽きさせないように新しいものとして出していくっていうのがすごいなっていうところですね。次、八つ目いきまーす。八つ目。ワパート。これがすごいですね。1番が終わって2番のところで、和楽器がね、入ってくるパートがあるんですね。まあ、レオルの曲でも結構和楽器を使った曲って多いんですけども、まあ、たまに入れてくるんですよね。なんかこう、和の文化とか、なんか日本語、日本っていうか日本文化とか日本語っていうところをすごいリスペクトしてるというかもう好きっていうのがよくわかる曲が多いんですけどもなんかそれを古臭くないというか現代チックなかっこいい感じでアレンジされてるのでまたそれもね聞いてほしいなと思いますね。和楽器が入ってきたところで日本語ラップがね若干入ってくるんですけどもそこで普通の音源だとレオルが歌ってるんですけども MV 版ですと東京ゲゲゲイのマイキーさんが、そこだけね、歌ってらっしゃいます。MV の2番のところで、もう MV に思いっきり出演されていて、で、音源としてもマイキーさんが歌っているっていう感じになります。で、一つ前のボートレースの CM の時に、ハートという曲を東京ゲゲゲイさんが歌ってらして、で、そこにレオルもコラボにしてるんですね、実は。ですので、まあ、それの、こう、コラボ返しというか、マイキーさんを呼んでトークラジオをやったりなんかもしてましたので、はい、ぜひその辺もね、チェックしてみると面白いかもしれません。はい、9つ目です。MV もいいぞ。はい。今、MV の話ね、若干してましたけども、今、9つ目でやっと MV の話が出てきたんですけれども、1番から8番まで映像の話を一切しなかったのはなぜかというと、やっぱり、私はレオルの曲は、曲がね、いいと思ってるんですよ。音がまずメインだと思ってて、そのまあ MV で初めて聞くのも、それは出会い方としてはいいんですけど、ぜひ、もしできるのであれば、まだ第6巻を知らないのであれば、MV の画面開いてもいいけど、こう映像見ないでちょっと一曲聴いてみるとか、曲買ってから MV 見るとか、曲の良さをこう分かった上で MV 見るとすごいなってなると思います。解釈の違いがたくさんある MV になってますので、はい。ぜひね、見てみてください。で、最後です。10番。世界に誇れる。はい。レオルは世界に誇れるアーティストです。根拠を申しますと、先日 YouTube のアーティストオンザライズという企画にレオルが選ばれました。こちらは、まあ YouTube がですね、まあ世界中の
アーティストの中からこの人が推しですよ、めちゃくちゃ熱いですよっていうアーティストを選ぶ企画なんですけども、女性としては初めてだそうですけども、のアーティストにレオルが選ばれたと。で、先日8月16日に無観客ライブを YouTube でね配信していたという感じで、つまりまあ世界が注目する中で無観客ライブをやり遂げたんですよ。わかりますか？ので、こう YouTube としてもこう世界に配信してもレオルは恥ずかしくないと、それを自信持ってね言ってくれるってことなんですよ。つまり世界へ日本が誇るアーティストっつうのがレオルなわけですよ。だからまだ知らないとか、まあ、この動画を見てレオルって誰って思ってらっしゃる方はぜひですね、レオルの公式の YouTube チャンネルに飛んでいただいて、上がってる曲いくつか聞いていただくと、その凄さというか、もうこんな動画では褒め方足りませんっていうのがよくわかると思いますので、はい、ぜひご覧になってほしいなと思います。はい、というわけで、レオルの第6巻について10個褒めちぎってまいりました。いかがでしたでしょうか？私よりも上手に褒めているなぁと思ったコメントがありましたら、ぜひグッドボタンの方で投票してあげてください。それでは本日の授業はここで終わります。ありがとうございました。また来週。